はい、回してみました。皆様こんばんは、カズラジでございます。今夜もご視聴本当にありがとうございます。2月の2日の金曜日でございます。僕が、宮崎に入ったのが1月31日の夜だったんだけども、3日間ずっと雨が降っております、ね、今は雨上がってるのかなっていう外見ればね、まあでも基本雨ですわ。あの太陽全然見てません、この2日間ね。そんな感じでございます。今夜もご視聴本当にありがとうございます。藤本真理子さんはね、まるでお引越しですねというね、メッセージを頂戴しましたけども、そうですね。まあ、一月間住むんでね、荷物も当然多くなるし、まあギターぐらい持ってこないとなんかね、気分転換にもなんないしということで、まあどうしても荷物が多くなってしまいます。ありがとうございます。それから秀九九さんでございます。あ、でもね、あのそうそう、まあ引っ越しという話があったんだけど、あのソフトバンクのこのキャンプ中継担当のね、職員の方も、まあ普段福岡にいらっしゃるんだけども、宮崎にね一月間ずっといらっしゃるんで、あの宮崎の駅前にウィークリーのマンション借りてらっしゃるという話でしたよ、ね、そんな感じなんだよ。で、僕も2014年かな、宮崎は2015年からキャンプね、キャンプ地変えたんだけど、それまで宮古島で、2014年のキャンプ中継の時は、この時はね、まあ、キャンプ中継というのはキャンプリポートだったんだけども、あの、FOX スポーツさん、がやってらっしゃって、その時はね、宮古島にウィークリーじゃないや、マンスリーのマンション借りてくださって、そこで一月過ごしましたね。そんなことありましたわ、そういえば。ね。ありがとうございます。あの、マンスリーとかウィークリーもいいんだよ、結構ね。まあ、掃除を自分でこう、定期的にしないといけないっていうのはあるんだけども。さて、秀九九さんですが、本当に懐かしい光景、あ、この感じね、この感じ、この絵の感じね、光景だなと思って去年の配信見ましたら、後ろの額や通路の感じが同じでした。あ、まあ、同じタイプの部屋。去年と同じ部屋版ではないと思うんだけども、同じだったかな。なんとなくね、向きは同じなんだよ。ひょっとしたら同じかもしれない。あの、何年か前はね、あの、911。僕今611なんだけど、911に泊まって、あ、車と同じ番号だと思ってね、車の、あの、種類とね、同じ、ナンバープレートじゃないですよ。911、あ、僕の車と同じだと思った時もあったんだけども、今は違いますからね、611です。はい。同じ部屋かどうかは、ひで九九さんわかんない。で、銀行だけに預かるのが得意。座布団1枚差し上げます。サンキュー、ありがとうございます。昨日そんなこと言ったんですけども、反応してくださったのはひで九九さんだけだわ。ありがとうね。まあ、そんな部屋でお送りしてまいりますよ。あの、初日ソフトバンクさんが、あの、取ってくれた部屋はね、あの、まあ、新しいホテルでちょっと広かったんだけど、まあ、こっちは、あの、ずっと慣れた部屋なんでね、あの、まあ、そういった馴染みはありますね。なんかあの、久々に、僕はふるさとは別に宮崎でも何でもないんだけど、あ、久しぶりに帰ってきたなと思ってね。で、あのホテルのフロントの皆さんも同じ顔ぶれでね、いつも覚えてくださって、あの、一月お願いしますねという話をしてまいりました。それから佐賀のりさんです。いつもありがとう。佐賀も同じですが、僕は宮崎にいますから同じ九州ですね。佐賀も同じですが、宮崎も日曜日までは雨マークですねということ。そうなんだよ、ずっと晴れマークついてないの。で、宮崎市も広いので清武町あたりは雨が止んでいるといいですね。まあ、そういうこともあり得るもんね。ね。大前さんはアメリカ式ということ。これアメリカ式というのは、あの、紅茶の入れ方ね。普通はこうなんかでお湯を沸かして、でお湯を注いでティーバッグ入れるというのがイギリス式。アメリカ式はお湯をチンして温めてからそこにティーバッグを放り込むっていうやり方ね。僕はその後者のアメリカ式なんだという話をしましたけども、急須やティーポットは使わなくなりました。使わなくても美味しい紅茶やに日本茶が飲めるのですから仕方ないですねってこと。でもね、僕ね、あのお湯は沸かして、あの保温性のあるティーポット入れてますよ、お湯はいつも。で、なんか急になんか飲みたくなった時にさっと入れることができるようにやってますけれどもね。まあ、基本はチンしてますわ。スケッチブックとマジックを買いに出かけたらお菓子を買ってきてしまったということですが、昨日ね、
そうなんだよ。そのために昨日わざわざさ、ドン・キホーテまで行ったのに、今日はちゃんとスケッチブック買ってまいりました。ね。はい。私の場合は、車にガソリンを入れて、そこで灯油も買う予定でしたが、ガソリンスタンドに、行って満タンにしたのはいいのですが、灯油のことはすっかり忘れてしまって、今日の、夕ご飯の食材を買って帰ってきました。うまくいかないものですね。そういうことしょっちゅうあるよ。なんか忘れてるよなぁ。なんか、あれ買ってこれ買ってなんか忘れてるよなぁと思って、あ、銀行行くの忘れたわってことあるもんね。うん、あります。ない人もいるんでしょうけど、僕の場合はしょっちゅうありますね。忘れ物の天才でございますわ。ということですね。坂井さんは食券の量すごいですね。まあ、今日一つ減りましたけども、一枚。まだたくさんありますよね。本当そうですね。本当に長期出張の大変さが毎年カズラジバージョンを通してよくわかりますということ。まあ、まあ、大変でもないんだけどね。まあ、ずっとここに移動しているわけですから、大変でもないんだけども、まあ、荷物のね、荷物を運ぶという、運んでもらうというね、まあ、その送ったりするのが、まあ、めんどくさいよね。まだこんだけ残ってるよ、食券。売るほどあります。でもね、毎日美味しい食事をね、そんなたくさんのは食べないんだけども、ちょっとずつね、サラダ食べて、納豆ちょっと頂戴して、卵焼きもらって、みたいな感じにしております。お世話になっております。ありがとうございます。それから、あずきさんですが、どうも、鍋チューブのファンの一人です。笑い。ただ宮崎での外食の話を聞くのも好きなので大前さんの、食の話も2月の楽しみとしたいです。そのうち鍋チューブするかな。一応持ってきたんだけどね。鍋チューブするかな。星野さんとの飲み会は今年もまたあるのでしょうか。さあどうでしょうか。今のぼさん来てますからね。僕のこれちょうどね、僕611 2つ上にいます。今ノブさんはね、という感じですね。90度のアーモンドミルクラテ、宮崎のスタバではやはり通じませんでしたが、無理でした。今日も僕は実は、さっき歩いて行ってきたのよ。スケッチブックを買いに行った帰りにね、90度って言っても、あ、エクストラホットですねって言われて、軽くあしらわれました。ダメでした。全然90度のものは出てきませんでした。ダメなんだよ、きっと宮崎は。この感じだと期待できないかなと思いました。期待できませんというか無理でしたね。2月は執筆活動もあり大忙しで、そう、4日の日曜日に一つ取材をして、1本原稿書くんだけど、それは4日に取材をして夜ね、で5日の休みの日はまた僕は、タリーズかどっかにこもって、原稿書きます。必死に書きます。そんな感じですよね。選手やチームの皆さんはもちろんのこと、大前さんのことも応援しますということ。ありがとうね。ミルクティーのオルゴールバージョンも良いですね。今日もそうかけてます。いい感じでしょ？なかなかね。ということで、まあ雨が続いてね、しばらくは月曜日お休みなんだけど、月曜日はね一番雨が激しく降るという、まあそんな、まあ、強く降るというね。まあ、その予報も出ておりますけれども、さあ、どうかな。で、火曜日がね、貴重な晴れ間が出そうです。貴重な晴れ間が出そうということは、その後もまた雨が降るのかなと思ったりしますよね。困ったもんでございますよ。というわけで、今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。まあ、今日はね、まあ、だから、まあ、キャンプ中継初日を終えてね、雨なんで、まあ、映像が少ないんで困ったんですが、まあ、でもね、ディレクターも一生懸命頑張って絵を作ってくれました。ありがとうございます。のぶさんと、まあ3時間半の放送だったんだけど、まあ結構喋れるもんですね。お前さんとのぶさんもおっしゃってました。まあそうですね。そんな感じです。ただまあショックなのは、まあ、スタバで90度が通じなかった。もうこれはもう無理です。はい。もう、まあまあショックですね。まあ、ちょっと厚めのコーヒーで我慢することにいたします。ねえ、おかしいなぁ。東京、大阪、名古屋、福岡では大丈夫。神戸でも大丈夫なんだけど、宮崎では90度の、エキストラホットが通用しないというのはどういうことなんでしょうか。
スターバックスジャパンさんどうなんでしょうかね、うん、そこ聞いてみたいね。なんで宮崎だけダメなんだろうかと。研修同じだと思うんだけどもね、不思議なもんでございます。というわけで今回も最後までご視聴ありがとうございましたね。明日もキャンプ中継頑張りたいと思います。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。じゃあまた。カズラジでした。皆様からのお便りをお待ち申し上げております。カズラジでした。じゃあまたね。じゃあね。